歌舞伎十八番、おうれい千八百九十六年五月。市川段十郎熊取りとは、歌舞伎独特の化粧法のことである。初代、市川段十郎が、坂田金時の息子である英雄、坂田金平役の初舞台で、くれないと墨を用いて化粧したことが、始まりと言われる。芝居小屋などにおいて、遠くの観客が、役者の表情を見やすくする効果がある。なお、 熊取りは、描くではなく、取ると表現される。熊取りは、初代男十郎が人形浄瑠璃の人形の頭にヒントを得て創作したものと言われ、顔の血管や筋肉を誇張するために描かれたもので、役柄により、施される色や形状が異なる。熊取りの色は役柄によっておおむね決まっている。赤色は、荒ごとの基本である勇気、正義。 強さを持った役に使われ、藍色はスケールの大きな敵役に使用され、茶色は鬼や妖怪といった人間以外の不気味な役に使われる。熊取りの筋は指でぼかして仕上げる。熊取りの形状は以下の形状と役柄が有名である。以上のように大体の方はあるものの、熊取りは役者が自分で書き入れるものなので、一人数と仕上がりが違う。 歌舞伎の悲劇の中には、楽屋に剣本を持ち込んで役者に熊取りを写し取って、もらったものを収集する者も,もいる。また、中国古典芸器の京劇にも、熊取りと呼ばれる、独特の熊取りがあり、役柄によって、書法、種類、色、図案を変えるなど、歌舞伎の熊取りとの共通点が見られる。初代、市川團十郎が、坂田金平を主人公にした、 人形浄瑠璃の台本を舞台用にしたものを上演する際、人形からヒントを得て、くれないと墨で描いたのが、最初の熊取りだった。この時点での熊取りは、派手な荒っぽいものであったと考えられる。熊取りの特徴である、ぼかしの技法は、二代目、市川團十郎が、牡丹の花を観察して考案したものと言われ、以後の熊取りはより一層洗練されていくことになる。 枝の荒ごとの中で、熊取が発展する際に参考となったのが、仁王像などに代表される仏像の誇張された筋肉表現と能面の洗練された表情の表現だった。一方、髪型の輪ごとを中心とした凝った筋書きの芝居の影響によって、熊取も荒々しいだけでなく、色気を意識するようになる。歌舞伎の色男の代表格、スケロクの主人公で、ムキみの熊取も色っぽい。 花川道助六は、現在こそ、異性の家い道い男として知られるが、もともと、上方歌舞伎で創生された役所である。今日伝わる、熊取の多くは九代目、市川段十郎の門弟、三代目、市川新十郎により残された。古今東西多くの熊取を熟知していた、新し十郎は、大田正光の協力で研究所、歌舞伎熊取を表した。 その弟子の中村秀十郎は、臨終時の新しい十郎の顔に熊が浮かび現れ、いくら洗っても消えなかったと述解している。スポーツ用品、メーカーシックスが、陸上競技用、ブランドゴナのシューズをはじめ、野球のバッティンググローブ、鬼塚タイガーのシューズ、アパレルなどにデザインとして採用していた時期がある。一方で、熊鳥の衣装を正しく理解しないデザインもルフしており、松竹は、 日本が誇る歌舞伎の本来のイメージや価値が必ずしも正しく認知されていない現状を懸念しております。標準的な熊取りを追求し、基準とする立体見本とこれに基づく熊取図案を制作、保有し、普及を図っていますとしている。ありがとうございます。